車両実験部は車両の耐久性を見ています。耐久実験はここ栃木のテストコースで実施しています。アリアの耐久性を磨き続けてきました。どんな車でも早く壊れてしまえば使い物になりません。そのため安心して長い間使い続けていただくためにこのようなテストをしています。世界中の路面を模した凸凹道やアクロ、さまざまな路面を走行して確認しています。縁石や冠水などは万が一に車が入ってしまうこともあります。こういった場合でも安心して使い続けていただくために強化をしています。私たちは市場の使われ方を知っています。市場でどのくらいの負荷が加わるかを計算できています。昼夜を問わずに走行を続けました。延べ500人以上、確認項目は5000項目以上、3年以上の月日をかけて地球5周以上の走行テストを行っています。私たちはリーフを発売してから長年の経験を蓄えています。アリアではその知識を生かしてさらに磨きをかけています。新型クロスオーバー EV というところで念入りに耐久性の評価をしてきました。とてもいい車に仕上がってきたと思います。ここからお客様のもとに旅立つということで、ぜひアリアの良さを感じてください。